Gotta take the time to cut them off, I need her. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one baby, I'ma make you pump like that. Make you pump like that. Make you pump like that. YouTube をご覧の皆様、髪の毛やばいなこれ。今日は山部さんに来ましたね。三つ街道の山部さん、ここはね美味しいんですよ。ここの鳥、これ持ってこなくて帰んねや。土地ですね。先生、今日は山部さんに来ました。突撃応援チャンネル山部でございます。焼き鳥唐揚げ、お盆なんでね売れてるでしょうね。鳥のももあったらいいですね。ありがとうございました。こんにちは。よかった。こんな感じでございます。こんにちは。あ、撮っていいですか？ YouTube なんですけど、勝手に応援チャンネルです。出ます？出ます？綺麗だから出ましょうよ。お店の人から一言あった方がお客さん来るんで。もらえないですか一言？ダメ。いや、なんでもいいですよ。あのお客さんに一言言ってくれればぜひ。本当に美味しいんで、僕ここも子供の時から好きで、もうあの絶対やめられない味なんですよ、ここの。こうみんなに来てもらいたいし、で今こんな状況でしょ、コロナで。だからあのお店応援してって勝手に応援してるんですよ。 YouTube なんですけど、まあ、500人ぐらいしかいないんですけど、あの見てくれるんで、はい、あとつくば未来市の人も結構見てくれるんで、はい。で僕今日はねお金がないんで、若鶏の桃を1個と、若鶏の桃の生姜焼きを1個いただけますか。それで以上でお願いします。綺麗なんで、あ、でも一緒でいいです、一緒でいいです、はい。喧嘩しながら家族でみんなで来るんで仲いいんですよ、喧嘩するほど。すいません、あんとうちは。出てください、綺麗ですね。あの戸明幸雄さんに似てらっしゃいますね。いい、撮って、本当に綺麗だから撮っていいですか。いいですか。あ、じゃあぜひぜひお客さんに、戸明幸雄さんに似てますよ。いや本当に、いや本当に似てます。皆さんぜひ来てください。ここにはもう美味しいんで、本当に美味しいし、あのこの人も綺麗だし、はい。ちょっと待ってくださいね、お金出す。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、ぜひ山部さん来てください。いろんなねお惣菜もやっぱり売ってます。生配信ですか？いや、生配信ではないです。これまたあの後で、はい、そうです。ありがとうございます。とんでもない、とんでもない。あ、なんで知ってんですか？バレました、バレました。変装してきたんですけど、ね、今日特徴ないから、特徴ないから僕の場合。いや、バレちゃったな。残念だな。あ、じゃあお世話になってます。社長出ます？ YouTube 一言お願いします。あ、お願いします。 YouTube、 はい、 YouTube お願いします。今 YouTube で流してるんで、お客さんに一言お願いします。ここの本当に美味しいんで、老舗だし。あれもう何年ですかここ、社長？俺だってプラザの時からだもん。 お母ちゃんの手つないでプラザの時からですもん、はい。あ、社長、あの何年ですかここ？ここですか？はい、創業110年。創業110年、すごいです、すごいです。もっともっと宣伝しなきゃダメだこれ。110年、いや皆さん創業110年ですよ。うわ、ありがとうございます。110年の味だ、だからうまいんだ。俺も味わかることでしょ。子供の時からです。ありがとうございます。また来ます、はい。茨城放送、勝手に応援チャンネルです。よろしくお願いします、はい、すいません、はい。あ、こんにちは、茨城放送局です。勝手に応援チャンネルです。コカコーラさん出ます？いや、
減ってくださいよ。はい、そんな感じです。勝手に応援チャンネル茨城放送局、創業100年のですね、今日は山部さんに来ました。創業100年です。すごいですね。創業100年です。うわー、すごいなー、感動しましたね。で、ここの前で一回写真 撮らせてもらって、うわー嬉しいですね。創業 YouTube をご覧の皆様、いよいよ試食タイムでございます。山部さんの創業100年のね、資金を温めました。あれ、いただきます。いただきます。ああ、すいません、慌てちゃダメですね。お箸、梅干しを一つ、まあ、お肉を食べててね、中和させなきゃいけない。熱を欲。うまいです。創業100年の味。
現実主義者の紡いでおります。はい、いうことで、そして、はい、左寄りの面白いよ。元 TBS アナウンサー、右翼とサイズ小島恵子さんです。よろしくお願いいたします。あれ、小島さんって一時オーストラリアに住んでらっしゃいましたよね。あ、家族は今もずっとオーストラリアですよ。それもしかしてオーストラリアからのリモート？これ今東京です。私もずっと年明けからずっと東京に一人でいます。あ、そうなんだ。オーストラリア戻れないですね、今コロナで。今もフライトも来る、ね、来れないので。はい、はい、最初のテーマに参りましょう。ありがとうございます。まずはその根本のお話、右翼左翼とは何かを考えます。右翼 VS 左翼最終決戦、三島由紀夫 VS 東大全票。今日の一色は山部です。100年だって山部。東大駒場キャンパス900番教室、山部三島由紀夫が東大全教頭の学生らおよそ1000人と向き合った伝説の討論会。カルトもゆっくり話したよ、さっき。落ち着けば危険だよ、あの子も。落ち着けば危険だよ。なんで下でおふくろに強く言ってたかを、なんで聞いてくれなかったって怒られた。なんでおふくろに強く言ったかを聞いてくれなかったって怒られた。だからおふくろが親父に対して怒ってからそれを言ったんだってよ。なんか仮に言ったんだよ。おふくろが言ってても、もう言うなって。優しく言った方がいいよって、優しく言ってやればいいじゃんって。三島由紀夫 VS 東大全教頭50年目の真実は3月からロングランを続けているの。そもそも右翼と左翼という言葉はいつ生まれたのか。1789年から10年続いたフランス革命、国民議会の議長席から見て右の席には保守的な人が座り、左の席には急進的な人が座っていたことから、それぞれが右翼左翼と呼ばれるようになったという。ここにあったのは政治団体一斉会の元最高顧問鈴木邦夫氏によると、日本では60年が起こる時、学生運動などで勢力を急拡大していた左翼勢力による共産革命の危機が叫ばれ、地元や警察など支配層は革命反対反共産主義を名のもとに人員を結集。動員された中には政治運動をしたことのない反社会的勢力まで含まれ、それを機に彼らは自らを右翼団体と名乗るように。また日本の武士道精神と自主独立を訴える三島由紀夫のような存在も現れ、1970年三島は同志らと陸上自衛隊市内駐屯地でクーデターを呼びかけ、失敗、滑覆自殺するという衝撃的な災難を遂げる。一方、左翼側は一部は極左化し、1971年から72年にかけて活動した連合赤軍が浅間山荘事件などを起こし、その後、日芸場による臨時殺人も明らかになり、学生運動は急速に収束していく。そうした自分られた歴史を経て、現在では言論会や論壇、テレビやネットでの発言などで保守的な発言をする人を右翼、自由主義的な発言をする人を左翼と大雑把に区別されるように。バランスよくねえとダメだよな、右翼でも左翼でもなく。そこで皆さんに質問です。あなたはどちらかといえば右翼ですか、それとも左翼ですか？いや、だからバランスよくが一番いいよ。国をやっぱり愛さないと。国を壊そうとしてる人たちはダメよ。何に光ってる、ただ創作だけの。うまっ、うまいな、これ山部の生姜焼き桃の。一番左が維新で、その次が自民で、いや自民
は真ん中にリベラルで、共産は真ん中に保守だった。これがね、20代のこれリアルな読売新聞の世論調査ですから。だからね、もうなんか我々が考える保守とかリベラルとか右とか左とか、もう全く実は一部の世代通用しなくなってますよ。ただ誤認してみたいな。それはあの何を右と言ったかというと、あのもう凝り固まった思想からあの一個も出ることができない協調主義的なものを右というふうに若者は見てて、違う違う、それが公明党と共産党、右は公明共産党になって、で左が自民党が国民を守んないから自由主義、要するに次から次にいろんなことをあのかなり閉じこもってなくていろんなものを打ち出してるという意味で、こっちがあの自民党の御用学者だ。これ自民党の御用学者が出て、分かってないんじゃなくてよく分かってんだよ、若者。辛抱ちゃん、分かってないな、辛抱ちゃんだよ。リベラルっていうのは自由主義というところで言うと、なんとなくかっこいいとか。自民党がリベラルデモクラティックパーティーだもんね。どちらかというとイメージの中で、リベラルってかっこいいとか若い方々が思っている節は私はあると思うんですよ。で今の一番の支給派で、中体依然として昔のままでいいって言ってるのは共産党とか社民党なわけですね。であの憲法を改正しようとか新たな動きをしようとしているのが維新だったり自民党だったりするわけですから、それは当然の結果だと思いますよ。言葉の定義がね、テレビってすごいね、洗脳持ってっちゃうんだもんね、そっちへ。若者が実際そうやって思ってるっていうの、それはなぜだかっていうことに追求しない、大人の一番悪いところだね。頭が硬い。もう単なる個人的な感想だけど、公明党、保守、共産党、リベラル、左、保守か革新かどっちかって。革新、自民党、保守、維新、保守、社民党、社民党、ちょっとあんまり社民党知識がないです。まあまあ標準かな、標準的回答かなって気がしますけど、どうですかチャップリン。これですか、このチャップリンで、ね、僕はそうなんですよ、前横か上横か聞かれて、いや別に言ったからなんて言われても。